にちは、おたけです。今回は超低感度でもカジュアルだったら活躍できるのか検証、やっていきましょう。来ました、みんな大好き感度シリーズ。今回はカジュアルにこもるんですけど、ぶっちゃけやった感想はマッチできつかったです。本当に実際にその縛りを終わった後にめちゃめちゃ疲れたから、合計何メートル振ったのか調べたところ、なんと1000メートル近く振ってたんですよ。やばくない？マウスを1000メートル近く振るんだよ。という感じでね、そのやばい映像は本編でお楽しみください。ということで本編レッツゴー。まあ今回はね、なんと振り向き 10m で APEX をやろうかなと思うんですけど、範囲がね、もう聞いたことないな。うわ、どこ行こうか。ここだわ、行きます。うん、止めんの？止める。そうだよ、こうやって上行って、上行って、下行って伸ばすよ、俺は飛距離を。オッケー、上行って、お、でも、下行って、うわー、すごい、結構、もう全然遅いよ、実は。もう、なんか声がガチすぎない？みどりさんやれ。ちょっと待って、ドアまで振り向かえて、俺ドア入れ。あ、おたけさんがもう違うものと戦ってんだよ、さっきから。ニコミノ行くわ。ニク50。オッケー。目の前いる、目の前。目の前。ナイス。どい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 けどね、これはね、もうすでに慣れてます、僕。え？この、振り向こうとしてやるんじゃなくて、この横で移動しながら。あ、なるほどね。確かに。うん、ただ、まあ移動するときはまた。確かに、移動はどうしようもないから。今、僕ダメージ54です。いやー、おー、やりましたね。頑張ったな、まあまあ、頑張ったな、結構、確かに。振り向き 10m ってことだから10倍していいってことでしょ、ダメージ。そうだね、今540。だから負けてるわ、俺。これ乗れる？ん？これ大丈夫？これ乗れる？どうやって、どうやって、どうやって。いや、もう動かせよ、じゃあ動かせ。おいその努力を忘れちゃダメでしょ。もう慣れててクソ。おたけさん、ケアパキ出すから中身見てくんね。あ、いいよ。余裕だろ。うん、余裕か。余裕だ。まあ、一面は問題なく見れるとこや。あれ、うん、やばいよ。ここは見れる。どう、中身と中身どう。え、紫アーマーもある。これちょっとわかんねえな、なんだここ。ここなんだ、これ。背中の感触で感じとんだよ。あ、すごい。あ、いいよ。あ、いいよ。よっしゃ。いや、うまいこと。バッテリーかよ、こんだけ振って。10m振って得たものはバッテリー。今ので10m振ってたのやばくね？そうだよ、もう。すごい。10m は路線バスの長さですね。ん？なんかある？ブラックマーケットあるよ。いや。振り向く努力はしよう。あー、来た。おお。いや、世の中効率化なんですよ。僕が本気を出すときは敵と接敵したとき。え？オッケー。効率化？今本気出しました。開けて。あの、ドア開いてないです。開けて。え、開いてない。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 いや、開いてないかと思った。ちゃんとおもろいやん。よし、これじゃないといけんわ。あのね、僕が言うのもなんですけど、非常に疲れる。まあ、だろうね。だろうね。うん、当たり前ですけど。こうやって僕はもう身を委ねるよ、ジップレールに。まあ、確かにジップレールは便利かもな。え、は、待って、なんかぶつかったんだけど。は、待って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 、
やった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 、でかい、やばい、なんだこれ。おたけ、待って、落ち着け、イージー落ち着け。うん、ちょっと行くわ、2個目のカバーに行くぞ。じゃあカバー頼む。やばい、俺死ぬかも。なんかいるわ。しゃ、もうナイス。あ、また死んだ俺。待って、なんか体がねじれてるな。いや、だってこうじゃないといけないもん。腰が痛いな、ちょっと。ちょっとさっき腰が痛い。何の競技これ。ちょっと動かすわ。いやね、僕がどれだけ頑張ってるかをみんなに届けましょう。これです。この僕の頑張ってるの伝わる？あー、伝わった。やばいな。多分ね、おたけさんも頑張ってるんだろうけど、マウスが一番頑張ってるよ。壊れないように。うわー、悲鳴を上げてる。俺には聞こえるもん、マウスの声が。本当にそう。マジで痛い、痛いよ、おたけみたいな。叩かないで。聞こえてくるもん。一人割った。ナイス、素晴らしいんだ。うまっ、右いる。おたけさん一番辛い、右から敵が出ると。振り向かせられるのはやばいもんな。ちょっとガチめに、これ2試合目じゃないですか。うん、ガチめに腕がきつい。疲労が。もうじゃあ、冗談抜きで。パンプアップしてる。やばい。片腕だけってのが。やばい。それ後ろアクスタリオだけさ。待って、これは。いや、待って。頼む、助けて。頑張れ、2個上。おー、ナイス。てか、俺がレイスを選んだ理由は、なるべく虚空とか言って生き残るためとか言っておきながらも入れんかったわ。心なしか虚空も遅かったもんね。え、音、いや、これは待って、思った。俺は思った。マスティフだ。救済措置マスティフだわ。いや、後半以降に来てくるわ。いや、あのね、これね、一発撃つだったらね、上がりません、上に。これマスティフか。バンバンうるさいな。今ちょっと振り向いてるからね。オッケー。おお。え、じゃあこっち逆行くか。え？そうだね、こっち。確かにそっちアンチか。うわあ！え、行こう。よし、オッケー、行こうか。航路こっちだし、こっち行こうぜ。え？そっち行くか。本当にきつい。もうマジで乳酸溜まってる今、腕に。ガチでおもろいやん。マジで今腕が本当にやばいわ。でもできれば僕も救急いらねえな。ショットガンがいいわ。あ、じゃあありよか、ピースキーパー。あ、欲しい。これでおたけも完全最終形態でしょ。僕の理論値両方ショットガンだから。あ、もうじゃあ最終形態で行ってこい。おたけいる。どうだ。待って。裏飛んだぞ、なんか。待って。コク入ったけど、横足しかできないよ。待って。ちょっと待って、一回行っていいよ、先。だって無理だ。近く行って、ダメね。ジップあるぞ、ジップ。お。目の前。こっち行ったのか。前行っちゃった、俺。こうやってるわ、2個目挟むか、それ。待って、やばい。あー、すごい無力だ、俺。でも、これは生きてるわ。11。お、11ないっす、でかい。てか、もうダメージ当たるだけど、俺偉いわ。一応今。オッケー。待って、こっちでもいいんだけど、敵。ちょ、それは俺らやってんの。やろうぜ、やりこうぜ。
僕はここであえて深い、深いこれで視点を合わせてね。あ、はいはい、あ大丈夫か、おたけ、いやきついっす。